こんにちは、滝です。進撃の巨人がもっと面白く読めるように、伏線や表現について語っています。で、今回はですね、リヴァイの優しさが垣間見えるシーンの凄さや、アルミン VS 悪魔の証明、ピクシー司令が知性すぎるなど、3巻の10話から13話の各話の解説をしていきます。で、2019年12月発売の単行本30巻までのネタバレがありますので、ご注意ください。で、単行本派の方や、伏線考察が好きな方、もう一度漫画を読み返す前にね、見ていただければなというふうに思います。コメント欄に目次を用意してあるので、お好きなところから見ていただければなと思います。で、今回の、進撃の巨人3巻なんですけれども、特別編リヴァイ兵士長という短いエピソードから始まっていまして、この中でリヴァイがどんな人物かということが描かれています。まあ、強さを際立たせる一コマとですね、リヴァイの仲間思いが溢れるシーンとあります。まず最初、強さを際立たせる一コマなんですけれども、まあ、今、リヴァイが右に1体、左に2体の巨人がいる状況でですね、ペトラとこんな会話をしてるんですね。兵長、増援を集めてきました。で、ペトラ、お前は下の兵士を解放しろ。残りの全員は右を支援しろ。俺は左を片付けるというふうに言っています。まあ、多い方に1人で突っ込んでいく形ですね。で、残りの全員に1匹の巨人を倒させる。ということで、まあ、リヴァイ圧倒的にこの後強いんですね。もう2体の巨人っていうのを一発で倒すというような感じでして、まあ、このシーンでもリヴァイ兵士長初めて出てくるんですけれども、とにかく強いやつなんだなっていうことがわかります。で、そんな強いリヴァイ兵士長、さらに仲間思いでもあります。で、その仲間をその助けた後にですね、もう一度だけ見に行くんですけれども、こんな感じでですね、その死にゆく仲間がいて、そいつを巨人を倒すことで助けるんですけれども、でここで目が合うわけですよ。兵士長来てくれたんですねみたいな感じで兵士が見ている中で、で一度目が合う。で何か考えて去っていくリヴァイということで、この仲間助けたんですけれども。この仲間を助けてもまだ周りに巨人がいる状況なんですね。先ほど言った右と左に巨人がいる状況なので、この兵士を助けるよりも先に自分がこう、他の巨人を倒しに行くという風になっています。で、先ほど言ったようにペトラに解放を頼んでいるので、まあ、こいつのことを忘れてはいないんですね。ただ、そのリヴァイにとってはここで沈黙の、描写があるんですけれども、今自分の最優先でなすべきことは何だっていう風に考えた上で、その残りの巨人を倒しに行くというような選択をしています。で、ハンジが最初に語るように、リヴァイって潔癖なキャラクターなんですよ。チって言って、巨人の血がですね、汚ねえな畜生っていう風に言って、まあ、汚れを嫌う、そんなリヴァイなんですけれども、その汚れを嫌うリヴァイっていうのが行うある行動が感動的なんですね。で、先ほどのその、自分が助けた死にかけている兵士なんですけれども、まあこの兵士もギリギリ本当、ほぼ確実にこのまま数秒で死ぬって感じなんですけれども、そんな、兵士がですね、俺は人類の役に立てたでしょうか？このまま何の役にも立てずに死ぬのでしょうか？っていう風にリヴァイに語りかける。で、リヴァイはその彼の血で、汚れてしまった手を見つめるんですね。で、見つめて、これを握るんですよ。この潔癖なリヴァイがこれを握るっていうところで、リヴァイめちゃくちゃ優しいなってことがまずわかりますね。その潔癖さ、自分の潔癖さよりも優先するべきものがあるっていう風に考えてると。で、お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させるっていう風にリヴァイは言うんですね。お前は十分に活躍した。お前の残した意志が俺に力を与える。まあ、お前はすごい役に立ったよっていう風にリヴァイは言うわけですよ。で、まあ、手を握ったのも、本当すごいし、ただね、これの裏話というか、まあ、この後ですね、ペトラとこんな会話があります。兵長、彼はもう、最後まで聞いてたのか、こいつは。きっと、安心したように眠っている、てんてんてんならい。まあ、つまりですね、もう、この彼っていうのは、その、リヴァイの言葉を聞いていたかわからない状況で死んでしまったんですね。だから、リヴァイのこれ、もう、まあ、本音、半分だとは思うんですけど、やっぱり演技でもあるはずなんですよ。彼を安心して死んでもらうために、彼のねぎらう言葉というかね、そんな言葉をかけてるんですけれども、この時もしかしたら彼は死んでいたというような話をペトラがしてますね。で、このリヴァイの、沈黙っていうのは、この後ですね、沈黙、てんてんてんっていう風に言って、ならいいっていう風に言うんですけど、この沈黙の描写っていうのは悲しさと虚しさを表しているという風に思ってます。で、その自分のやってる、まあもちろんその、なんだろう、巨人を、倒して、その過程で仲間たちがどんどん死んでいく。その仲間が死んでいくっていうことはめちゃくちゃ悲しいです。で、さらに、それがずっと今後も続いていくんだなっていうところで、自分のやってる終わりの見えない巨人退治っていうのが、まあ、いつまでも終わらないんだなっていうところに虚しさを感じる。
て、まあ、今回声をかけても、その、彼に声をかけたけど無駄だったのかもって、これ、さらに妄想ですけど、まあ、もしかしたらリヴァイ自身、自分のやってることも無意味なんじゃないかなっていうふうに思った瞬間だと思うんですよね。ということで、まあ、その、点点点っていうような沈黙があったんですけれども、ここでリヴァイの心情っていうのが、深いところがあるんだろうなっていうふうに感じます。で、その後ですね、エルヴィンが来て退却と告げるんですけれども、ここが結構衝撃で、まだ限界まで進んでねえぞ、俺の部下はイヌジニか理由はあるよなっていうふうに、リヴァイはエルヴィンに問いかけるんですね。で、このセリフに注目なんですけど、俺の部下はイヌジニか理由はあるよなっていうふうに聞いて、つまり彼の死っていうのは、まあ、ねぎらいはしたけれども、やっぱ、ある種、犬死にとも思っちゃってるんですね。まあ、このまま何も成果を得るものがなかったら、この彼の死っていうのは意味がないっていうところになってしまうということで、まあ、もちろんその彼に対してですね、かけた言葉として、お前の残した意志が俺に力を与えるとは言ってたんですけど、これはある種のやっぱリップサービスであって、まあ、リヴァイっていうのは冷静に仲間たちが死んでいく状況っていうのを見ていて、まあ、それが何かの役に立たなきゃなっていうふうに願ってる状況だったんだなってことがわかります。で、そんなリヴァイ含めてですね、この特別編リヴァイ兵士長編では、そのキャラクター紹介する余裕がだんだん出てきていて、その、まあ、一巻の解説動画でも語ったんですけれども、その進撃の巨人って前半はインパクトと先を読ませることに、重点が置かれてたんですね。で、このあたりから、どんどんキャラクターっていうのを広げていっていて、で、例えばですね、エルヴィン団長が、ここで初めてじゃないですね、描かれるんです。一巻の最初でも実は、キース・シャーディス教官だった、キース・シャーディスが、調査兵団の団長だった頃のエルヴィンが一瞬チラッと映るんですけれども、団長になってのエルヴィンが初めてここで映ります。で、エルヴィン団長は、巨人どもを蹴散らしてくださいっていう風に言ってると。で、この時、まあ、エルヴィンもいるし、実はハンジと、ミケめちゃくちゃ強い、リヴァイの次に強い分隊長ですね。ミケの姿とかも映っています。で、この後、まあ、4巻以降で、またこいつらが出てくるというような展開ですね。で、調査兵団の生存率が 70% という話もここであって、一部の災厄によって調査兵団の生存率は飛躍的に向上したが、それでもなお巨人の領域への派遣には毎回3割を超す損害が伴うということで、まあ、7割の人が生き残るんですけど、まあ、3割死んでしまうということですね。この3割って数字もめちゃくちゃでかいんですけれども、これですら、そのエルヴィンの作戦によってようやっと生存率が上がったような状況なんですね。で、このエルヴィンの作戦っていうのはまた、後ほど語られますね。後の巻で語られます。で、領土の3分の1とか人口の2割を失うリアリティって結構大きいですよね。今の日本で、領土の3分の1を失うって言ったらもう、その日本列島で見た時の3分の1で失われるってかなりの量じゃないですか。さらに人口の2割ってことなんで、まあ、仮に今、日本の人口が1億人だとしたら2000万人以上を失うって感じで、この、量ってやっぱすごいですよね。これ何気なく漫画として書かれてるけれども、まあ、そんな状況でさらにその外側に巨人がいるっていうところはやっぱり絶望的な描写だなというふうに思います。で、しかもこの人口が減ったっていうのは人口を減らすためにあえてやったことって話が3巻の途中で出てきますね。で、これが特別編リヴァイ兵士長です。で、次10話ですね。で、10話以降が結構面白いところがありまして、まず最初10話のあらすじなんですけれども、エレンが巨人化から解放されます。で、これ前巻2巻の最後で、まあ、巨人化から解除されたエレンが移って、それをミカサが助けたというような、ミカサが解放しに行ったというようなシーンですね。で、その後、エレンが巨人から出てきたということで、エレンは敵だって怯える人々がエレンに発砲するわけですよ。その発砲した弾っていうのをエレンが巨人化して防ぐというような展開です。で、得体の知れないエレンの恐怖ということで、まあ、こんな感じでですね、壁の端っこにエレンを追い詰めてるんですね。このシーン結構好きで、街のど真ん中とか適当な場所でそのままエレンを囲むんじゃなくて、しっかりとできる限り本当端っこに、追い詰めて、みんなで囲ってるんですね。で、さらに、その、砲弾っていうのも用意されて、完全に包囲された状態を作っているっていうところで、この人間がどれだけ、その巨人に怯えてるのか、さらに巨人になるかもしれないエレンに怯えてるのかっていうことがわかるシーンですね。で、もう、セリフでもあるように、我々人類はお前のような得体の知れないものを、ウォール・ローゼ内に侵入させてしまっているのだ。たとえ貴様らが王より授けられし訓練兵の一人であっても、リスクの早期排除は妥当だ。私は間違っていないっていうふうに、まあ、叫ぶシーンがあるんですね。ということで、まあ、得体の知れないエレンの恐怖っていうのがまず描かれていきます。で、この10話では、幼馴染のポジションっていうのも、描かれていて、これも結構注目で、そのアルミンとミカサっていうのがどういう人物かっていうのがここでわかるんですね。で、アルミンがミカサ人と戦ってどうするんだ、この狭い壁の中でどこに逃げようというんだ、で、
ミカサがどこの誰が相手であろうと、エレンが殺されるのは阻止する。これ以上に理由は必要ない。アルミは話し合うんだよ。誰にも何にも状況がわからないから恐怖だけが伝染してるんだというふうに語ります。で、まあ、この後の行動方針も完全に一緒で、ミカサっていうのはもう基本的には、そのエレンが殺される以外、エレンが殺されるのをとにかく防ぎたいと。エレンのために頑張る。で、他の人の命とかっていうのは、まあそのエレンが助かることよりは優先順位下だよねっていうところでずっと動き続けてますね。で、アルミンに関しては、もう一言目には、話し合おうよってこの後もずっと言うんですけれども、まあそういうキャラクターっていうのがこの時からずっと描かれていますね。まあ今となってはその、ゲス要素とかも徐々に出てきてはいるんですけれども、やっぱり基本方針を話し合おうよって、このアルミンはずっと言ってるっていうことがわかります。で、エレンの人の説得に関しても、このあたり、結構3巻ポイントかなと思っていて、返答を失敗してるんですね、エレンは。で、先ほどその、人間たちに、まあ、兵士たちに、お前は巨人なのか人なのか、なんでさっき巨人に化けてたんだっていうところで、エレンはみんなから恐怖されてるんですけれども、貴様の正体は何だっていうふうに聞かれて、とにかく答えを間違えるな、死ぬのは俺だけじゃないんだぞって、エレンは思いながら、自分は人間ですっていうふうに語るんですね。で、これ、実は返答としては失敗でして、その後、問い詰めたその隊長がですね、仕方ないことだ、誰も自分が悪魔じゃないことを証明できないのだからと言って、まあ砲弾を撃たせるんですね。で、エレンは何やってんだ俺は自分の願望を言っただけじゃねえかというふうに反省をすると。で、この時、まあエレンも答えを間違えてしまったんですけど、これなんで間違いというか、いわゆる悪魔の証明ってやつなんですね。まあ、ここでもうその、この人自身も言ってるように仕方ないことだ。誰も自分が悪魔じゃないことを証明できないのだからということで、悪魔の証明って話があって、今皆さんがあなたは悪魔じゃないことを証明できますかって言われたら証明できますかね。これ、無理なんですよ。今、いや、私は人間の姿に見えるんで人間ですって言っても、いや、それが悪魔じゃないことの証拠にならないし、この24時間見張っててもらったらわかると思います。いや、この24時間以外はどうなんですかとか、なんかそんな感じで、自分がそうじゃないことを証明っていうのってもうほぼほぼ不可能なんですね。で、そんな悪魔の証明を言われてエレンは普通に自分は人間ですっていうような願望をただ答えただけということで、この返答っていうのは失敗だったんですね。で、これが後の伏線っていうか、エレンの対人の問答にどんどん繋がっていくんですね。エレンがこの後いろんな人と話すときに結構慎重な物言いで正しく回答するのはこの時の失敗があったからかなというふうに思います。で、ミカサやアルミみんなを救いたいならっていうセリフがあるんですね。これ結構重要で、エレンがグリシャの記憶を思い出すシーンがあります。巨人化直後は記憶の障害が起きるんですけれども、まあその記憶の障害を乗り越えてちょっと思い出すんですね。その時に、グリシャのセリフで、回想の中で、お前はウォールマリアを奪還して地下室にたどり着かなければならない。この力はその時役に立つはずだと、その進撃の巨人の能力というかまあ、巨人化能力のことをですね、言っています。で、使い方は彼らの記憶が教えてくれるだろうっていうふうに言っていますね。で、ミカサやアルミンみんなを救いたいなら、お前はこの力を支配しなくてはならないというふうに言っています。で、このミカサやアルミンみんなを救いたいなら、支配しなければならないってどっかで聞いたなっていう思う方がいると思うんですけれども、これ進撃の巨人の後半でですね、グリシャの回想をエレンが日記を見つけて見るシーンの中でわかるんですけれども、クルーガーがですね、こんなこと言ってるんですね。ミカサやアルミンみんなを救いたいなら使命を全うしろってグリシャに対して言っています。で、これ誰の記憶だけかなっていうふうに言っているということで、まあ、進撃の巨人の、力を使ってですね、記憶を見せたというような可能性がありますね。つまり未来のエレンというのがクルーガーとかグリシャを介して伝えているんじゃないかなと。まあ、このシーンなんてもう明らかにそうですよね。もう間違いなくそうだと思いますし、で、このグリシャの言葉っていうのも、まあ一見その最初読んだ時は自然だと思ったんですけれども、ミカサやアルミンみんなって誰だよっていう話で、まあそれを考えると、このグリシャのセリフっていうのはやっぱ未来エレンに何か言われてたんだろうなって感じがしますね。で、この時のみんなっていうのはおそらく、まあ104期生も含むんじゃないかなと。この段階では子供エレンは104期生に会っていないけれども、グリシャというのは未来エレンからの、その、進撃の巨人能力で植え付けられた記憶によって、そのみんなって104期生のことも含めて言ってんじゃないかなというふうに思います。これが10話の話ですね。で、11話の話です。すいません。ちょっと、
この解説やっててめちゃくちゃ喉が渇くことに気づいたんで、毎回こうちょっとコーヒー休憩を入れながら喋らせてください。で、11巻のあらすじから解説していきます。で、11巻のあらすじに関しては、アルミンがエレンは危険ではないというふうに説得します。で、ピクシス司令が到着するというようなところまでですね。で、ここで、マーレ戦士たちの裏話から始まります。で、ライナーの焦りっていうのがここで見えるんですね。その3巻の途中でですね、エレンが結局、まあ、先ほどの説得虚しく撃たれてしまって、まあ、巨人化能力で防ぎはするんですけれども、撃たれてしまうシーンの中で、構成なぜ一発だけ壁の中だってことで、まあ一番頑丈な箇所でありえない爆弾を落としただけだろうにしても、あの煙の量はなんだ、まさか巨人の蒸気ってことで、ライナーがですね、こう焦るんですね。焦って一人バッと飛び出していく。まあそんなシーンがあります。で、まあ我先にと飛び出すライナーなんですけれども、この時ってみんな守秘義務を言われていて、まあ、エレンが、こう、巨人になったことっていうのは、やっぱ、公に触れたらまずいので、まあ、守秘義務を課せられて、しかも、ここで待機しろっていうふうに言われてたはずなんですね。で、その命令を無視して、バッと飛び出していってしまうということで、まあ、普通の兵士だったら、やっぱ、ありえない描写なんですね。その後、ジャンとか、兄も、心配して、ついてきたんですけれども、まあ、兄は、やっぱり、ジャンがついてきたから、あ、まあ、今なら、人数多いし、行ってもいいかな、みたいな気持ちはあったと思うんですけど、とにかくライナーここで結構実は軽率な行動をしているんですね。じゃあなんでこんな軽率な行動をしているのかっていうと、この時のライナーたちの心境っていうのを一回整理する必要があります。で、前回も話したんですけれども、前回2巻の動画も見ていただければなというふうに思います。で、2巻の動画でも話したんですけれども、ウォール・ローゼをその破壊した理由っていうのが、ライナーたちの回想で後に描かれるんですね。この中で、付箋のちぎりがあるにしろないにしろ、始祖の巨人を炙り出す手段はもう他にないだろう。トロスト区滞在中に、調査兵団が引き換え調査で出払う日に、まあ、壁を壊そうっていうふうに言ってるんですね。で、これ一回整理すると、ライナーたちがどんな、動機で動いていたか、そしてこの2巻とか3巻の時、どんな感情だったのかってことを一回まとめてみます。で、ライナーたちの元々の、そのパラディ島に来た目的っていうのは、始祖の巨人の奪還ですね。で、その始祖の巨人っていうのは、おそらく憲兵団とか壁の王、まあ壁の王が持ってるだろうと思って、憲兵団とかに近づいて探すつもりだったんですね。で、今回も、まあ、全然始祖の巨人というか、の手がかりがないので、とにかく、まあ、ウォール・ローゼ壊して、さらに壁内に住もうっていうふうに思ってたんですよ。で、まあ、あるいは破壊して始祖の巨人がなんか、アクションを起こしてくれたらいいなというような期待もあったと思うんですけれども、で、実際その外側の方の壁ですね、ウォール・ローゼの壁を壊して、途中まで壊したところで、エレン巨人が現れたんですよ。で、エレン巨人が現れたということで、あ、壁内で巨人化できる人間がいるって気づくじゃないですか。で、壁内で人間化できる、あ、壁内で巨人化できる人間ってやっぱ特殊で、知性巨人なんですよね。9つしかいない巨人の中の一人ってことがわかるじゃないですか。ということで、あ、エレンめちゃくちゃ重要だなってことに、この時ライナーたちは気づいているんですよ。ということで、まあ、エレンの重要性っていうのが高まって、そのままウォール・ローゼの破壊をする予定だったけれども、それ以上にエレンを奪うことっていうのの優先順位が上がって、エレンの近くにいたんですね。なので、まあ、エレンをこの時めちゃくちゃ重要視してたわけですよ。それがゆえに、こう、なんか煙の量を見て、すぐに巨人の蒸気っていう風に、刺して、さらに、こう、飛び出していくというようなライナーの、動きがあります。これが、マーレ戦士たちの裏話ですね。で、次、エレンのアルミンへの信頼っていうのも面白くて、で、エレンがまあずっと疑われてしまって、どうすればいいというところで、最終的にもうアルミンの判断に任せようっていうふうに語るんですね。で、アルミンがここで、俺は脅威じゃないって駐屯兵団に説得できるというなら、俺はそれを信じて従うっていうふうに言ってます。で、エレンどうして僕にそんな決断を託すのって言って、お前ってやばい時ほどどの行動が正解か当てることができるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。で、いっそんなことがいろいろあっただろう。5年前なんか、お前がハンネスさんを呼んでくれなかったら、俺もミカサも巨人に食われて死んでた。というふうに語るんですね。で、ここでアルミンがハッとして、まあ、僕が勝手に思い込んでいただけだ。勝手に自分は無力で足手まといだと。で、二人はそんなこと思っていなかったのに、というふうに語ります。で、これ確かに、ハンネスさんをアルミンが呼ばなかったら二人とも死んでたし、そのことをミカサは
2巻の中でですね、あなた助けてくれたじゃないと言ってるんですけれども、このシーンのことなんですね。で、アルミは確かに自分はここで一回実績があったなっていうところに気づいたとともに、あとはですね、これ以上の説得力がどこにある、僕に命を任せると言っている二人は、僕がこの世で最も信頼している人間だ、ということで、アルミン覚醒するんですね。このアルミンの覚醒がめちゃくちゃ熱いですね。で、まあ、実際アルミンってもう2巻の時点でも、実際にエレン巨人を利用する作戦成功させてますし、まあ、7人一斉攻撃で塔から脱出しようみたいな作戦あったじゃないですか。あれも、ま、考案して成功してるわけですよ。で、こんなアルミンがようやっと自分を信じられるようになったというか、まあ、挑戦してみる気になったのって、やっぱりこのエレンの言葉だったんですね。まあ自分のことは信用できなくても、自分が信用している相手は信じられるというところで、アルミンは自分を信じるっていう、まあ高度な展開なんですね。で、これ、ちょっと雑談なんですけど、グレン・ラガンっていうアニメがあって、その中でもその自信がない主人公のシモンが、兄貴のような存在であるカミナにこんなセリフを言われて、頑張るっていうシーンがあるんですね。で、この名言をちょっと、これとまさに一緒だなと思っていて、いいかしも、自分を信じるな、俺を信じろ、お前を信じる、俺を信じろっていう風に、その、自信がある方の兄貴が自信がない弟のようなしもに言うんですね。これと全く一緒の光景で、まあ、自分のことは本当信用できなくても、信用している相手は信じられるというところで、まあ、頑張るっていうところが、非常にいい展開だなという風に思いました。で、こんな覚醒したアルミンなんですけれども、悪魔の証明と戦います。ここがめちゃくちゃ面白くてですね、その、まあ、進撃の巨人の演説とか、こう、ディベートみたいなのって結構面白くて、まあ、この後のピクシー司令の演説とか、まあ、あとエルヴィンの演説とかも、まあ、有名ですけど、まあ、この、アルミンの推し問答も結構重要というか面白いかなというふうに思ってます。で、アルミンがエレンは人類の味方だって示すためにどういうふうなことをしているかというと、まあ、先ほど言ってたこの小鹿のような、対象はですね、相手は、そのエレンが巨人かどうかって話をしてるんですよ。まあ巨人ならば敵だろうっていう論理も前提であって、エレンは巨人である、かつ巨人は敵であるということで、エレンは敵である、よって撃ってもいいみたいな、そういう論理で話してるんですね。で、具体的にその会話としては、奴が巨人ではないというのなら証拠を出せ、それができないのであれば、禁煙を排除するまでだ、っていうふうに言いますと。で、これに対してアルミは証拠は必要ありません、っていうふうに言うんですね。で、エレンにもまあ同じこと聞いてましたよね。お前はどちらなんだ、巨人でないことを示せっていう風に言ってたんですけれども、これって先ほど言ったように悪魔の証明と呼ばれるもので、その、巨人でないことの証拠を出せって言われても全ての状況ってやっぱ語りきれないじゃないですか。ってことで、この悪魔の証明って問題は、そもそも答えちゃいけない種類の問題なんですね。ということで、アルミンは別の話をします。エレンが人類の敵か味方かっていう話をし始めるんですね。で、エレンが巨人と戦う姿ありましたよね。巨人がエレンを襲う姿ありましたよねっていう事実、二つの事実をもとにして、つまり、巨人はエレンじゃなくて、巨人は彼のことを、エレンを我々人類と同じ捕食対象として認識しました。我々がいくら知恵を絞ろうとも、この事実だけは動きませんっていうふうに語るんですね。で、これ、つまりそのエレンが巨人かどうかは問題じゃないんですよ。そもそも悪魔の証明だから答えられないってことを、ある意味はまあ、無意識に察してですね。で、大事なのはエレンが人類にとって敵かどうかだ。人類にとっては敵じゃないっていう風に語るんですね。このアルミンの覚醒と悪魔の証明に、無意識ながらだと思うんですけど、打ち勝つって姿本当すごいなという風に思いますね。まあ普通こんな風に巨人でないという証拠を出せって言われたら、巨人でないという証拠を出そうとするじゃないですか。でもそういう風にはやらなかったと。そういう風にやらないで悪魔の証明に答えずに、まあエレンっていうのを巨人とかどうかって話をせずに、巨人は彼のことを、エレンのことを、捕食対象と認識しましたっていう風に語るんですね。で、しかもこれ巨人はっていう風にあえて言うことで、まあ、エレンが巨人ではないっていうことも無意識にこう、意識づけようとしてるような感じもします。まあ、とにかくやっぱアルミン賢いなってことが、この覚醒後のアルミンの姿を見ると改めてわかりますね。で、あとまあ、ハンネスさんが語る、死亡フラグみたいな話もちょっと面白い。これはおまけ程度ですけど、まあ、エレンたちと仲良しのおじさんのハンネス、シュートヘンダーの人いるじゃないですか。で、そのハンネスが、エレンたちのことをですね、一人は高い戦闘技術を持っている。で、一人は強靭な戦闘力を持っている。そしてもう一人は、とても賢い頭を持っている。っていうふうに語ります。で、必ず生きている。っていうふうに語るんですね。で、この必ず生きているってセリフめちゃくちゃ怖いなって改めて思って、その進撃の巨人の世界でこういう、なんか、
ことを言われるとめっちゃ死亡フラグっぽいじゃないですか。で、結果的には生きてはいたんですけど、3人とも。生きてはいたんですけど、まあこれ普通の展開だと、死んでるよな、みたいな、いうふうに思いますね。で、これがちょっと余談でした。今のが11話目で、あと12話目と13話目があります。ちょっと休憩です。で、12話目のあらすじからですね。12話目は、アルミンの案で、エレンが穴を塞ぐっていうのが採用されます。で、ピクシー司令の演説で、そのエレンが穴を塞ぐ作戦っていうのを、作戦開始するんですね。で、このピクシー司令っていうのがめちゃくちゃかっこいいんですよ、この巻っていうのは。で、そのピクシー司令の魅力っていうのをちょっと語ろうと思います。で、ピクシー登場の裏側なんですけれども、この、まあ、基本的に、その、小鹿のような、に繊細な男じゃっていうふうに言ってるんですけど、まあ、ピクシス現れた時にですね、このさっきまでエレンを攻撃しようとしてた男のことを止めるんですね。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのかっていうふうに言って、その攻撃を止める。まあそんな感じで出てきたんですけれども。で、これって、その、アルミンが命を捧げてでもエレンの戦術価値を解きますって言葉を聞いてたんですよ。で、その後まあ、先ほどの、アルミンに対して、先ほどの言葉は真実か、それとも、その助かりたいための方便か、みたいなことを聞くんですけれども、これつまり、そのピクシー司令、この小鹿のようなに繊細な男の後ろに多分いたんですね。で、駆けつけて、その現場の状況を見て、何が行われてるのかっていうのを把握して見てたと思うんですよ。だからすぐ助けようとかせずに、エレンがどうなる、アルミンがどうなる、で、この小鹿のような男がどうするっていうところをじーっと見た上で、でもギリギリのタイミング、もう、撃てっていう風に攻撃する直前に待てっていう風に言うんですね。ということで、まあ、めちゃくちゃこう、賢いし、まあ、なんだろうな、ちょっと狡猾な感じしますよね、ピクシー司令って。で、でも一方でやっぱりこう、賢いんですよね、とにかく賢い人物であって、その後、その、エレンとミカサとアルミンとの会話で、まあ、エレンの話とかも聞いて、地下室がこんな重要ですよって言ったら、お主自身が確証を得られん以上は、とりあえず頭の、に入れておくといったところかのうというふうに言って、その後ですね、その、アルミンのことを、物事の真意を見極める程度のことはできるつもりじゃ、お主らの命はわしが保証しようというふうに語るんですね。で、まあ、つまりこれやっぱり、その、アルミンのことをちゃんと見定めていたんですよ。アルミン、こいつ嘘ついてないかなとか、こいつ、なんか、実は敵じゃないのかなとかっていうところを、ピクシスは見ていたということですね。で、そんなピクシス、司令登場の裏側でですね、人々がこう、絶望している状況が描かれているんですね。12話の冒頭で、まあ、最初、絶望する人々っていうのが、実はあまり言葉で語られずに描かれていると。ピクシスがエレンと話している間に、まあ、準備が完了して、やっぱ穴を塞ぐ作戦しようという風になったシーンなんですけれども、その前にですね、実はその前に、隊長部隊編成が完了しました。ああ、ご苦労。言って、この人々のですね、結構絶望した顔、兵士たちの絶望した顔っていうのが映し出されるんですね。で、その後にトロストクの奪還作戦、エレンの力で壁に穴を塞ぐっていうような作戦が語られて、で、先ほどのこの絶望していた人々、この人々っていうのが、まあ、こんな風にですね、反乱を起こそうとするんですね。任務を放棄する気か、お前って。そうです。この無意味な集団自殺には何の価値も成果もありません。お前人類を規律を何だと思っている。私にはこの場で死刑を下す権限があるのだぞ。いいですぞ。巨人に食い殺されるより100倍いいっていう風に語るんですね。つまりまあ人々も一体巨人を見て絶望している状況なんですよ。っていうのは、この今調査兵団は外に出払っていて、残りの人々ってまあ中東兵団とか含めてそういう人たちなんですけれども、その人々って100年間巨人が壁内に来ることはなかったので、その巨人を見たことがないんですね。まあもちろんその、この5年で見た人も多少いるかもしれないですけど、基本的にみんな巨人を初めて見たんですよ。で、そんな巨人の恐怖っていうのを味わった上で、あ、巨人と食べられるくらいなら、家族と一緒に、まあ自分が死ぬかもしれないけど、最終的に死ぬかもしれないけど、巨人に食べられて、その、むごい形で死んでしまうよりは家族と一緒に死んだ方がいいっていうふうに感じたんですね。で、まあ、命令断るって言ってるんですけども、基本的にやっぱ軍の規律違反って、許されないことなんですね。この彼が言うように、その死刑に下す権限があるっていう風に言ってて、まあこれ全然大げさな表現じゃなくて、やっぱり戦場とかで命令に背いたら、
戦場の人々ですね、軍が みんな危険に及ぶ可能性あるじゃないですか。ということで、やっぱり規律違反っていうのは、その、軍としても死に直結するから、規律をしっかり守らせるってことってめちゃくちゃ重要なんですね。そんなめちゃくちゃ重要な規律っていうのを破ろうとしているというような展開ですね。で、つまりそれだけ絶望してるんですよ、人々っていうのは。でそこに対してピクシス司令の演説がすごかったっていうのが、まあ、今回の見どころの一つかなと思っています。で、さっきまでこうエレンとですね、こう、そうじゃのみたいな感じで喋ってたピクシスが、めちゃくちゃ大きな声で、注目っていう風に言って人々を振り向かせるんですね。で、そこから語られるのは、まあ、実は極秘に巨人化生態実験の成功者がいて、その成功者っていうのが壁の穴を塞げるっていう風に言うんですね。で、当然人々はもう信じられないって反応が来るんですよ。で、実際これ嘘じゃないですか。巨人化生態実験なんてないし、エレンはそういう成功者とかじゃないっていうことで、まあ、嘘なんですけど、まあ実際ここでそのピクシスがやりたかったのって、恐怖を原動力にして進むのには限界があるから、まあ希望をもとに進めっていうことなんですけれども、ここまでのやっぱり論理の組み立てっていうのは素晴らしいんですね。で、まず最初、その冒頭で描いていた人口が2割減ったことの真実が改めてピクシスから語られます。これ人口が2割減ったのって結局4年前のそのウォールマリア奪還作戦のせいなんですけれども、それってまあある種あえて失敗に終わらせたというか、人を減らすための目的でもあったんですね。これなぜかっていうと、その領土の3分の1が減って、しまった状況っていうのは、農地とかも減っちゃってるんですよ。農地とかも減っちゃってしまって、人だけが増える状況ですよね。三重の壁の、二重の壁の部分に人がギュッと押し込まれるような、人口密度一気に上がるような状況なので、食料がとにかくやっぱ足りなくなるんですね。で、サシャが肉盗むシーンとか、あれギャグで描かれてましたけど、やっぱ肉とかも貴重なもので、とにかく食料がやっぱり、限られてる、そんな世界なんですね。ということで、ピクシスがこの後語るように、人間同士の滅び合いっていうのが人が増えてしまうと確実に起こるというような状況です。それを防いだっていうのが実はそのウォールマリア奪還作戦で人口の2割減らしたっていう裏の意図があったんですね。で、その時はそのウォールマリアの住人っていうのは人が少数派だったから、まあ、争いは表明しなかった。でも今度、この後ですね、ウォールローゼが破られてしまえば人口の2割を口減らしするだけじゃ済まないと。で、ウォールシーナの中だけでは、一番ちっちゃいその壁の中ですからね。一番ちっちゃい壁の中で人類みんな生きられるのかっていうと、やっぱり養えないっていうふうに言うんですね。で、人類が滅ぶのであれば、巨人に食いつくされるのが原因ではない。人間同士の殺し合いで滅ぶというところで、この辺のやっぱリアリティすごいですよね。まあ確かになって思っちゃいますよね。ということで、まあ、この人間同士の殺し合いっていうめちゃくちゃ悲惨な出来事っていうのを避けるために、まあそれぐらいなら、まあ家族もそういう状況で殺し合いになって、家族同士で肉とかね、食べ物奪い合う恐怖もありますし、昨日まで隣人だった人っていうのがお互い食料を奪い合うような地獄のような状況になるじゃないですか。そんな状況になるのを防ぐために、まあ壁の奥で死んではいけない、どうかここで死んでくれっていうふうにそのピクシスは語るんですね。この展開めちゃくちゃすごいですね。で、その後も巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。まあ、ずっと攻撃されてた人類だけど、初めて反撃の一手が成り立つというように語るんですね。まあ、つまりですね、そのピクシスがずっと語ってたことっていうのは、このまま逃げるっていうような絶望。今この絶望があるじゃないですか。巨人たち怖いっていう絶望があるんですけど、このまま逃げてしまったら、それってさらなる絶望につながるんですね。人類の殺し合いが起きるだろうし、もしかしたらその愛し合ってた親子ですら憎しみ合うかもしれないと、そういうような状況になり得ると。そんな中で絶望ではなくて一筋の希望っていうのを頼りに動こうよっていう、まあ蜘蛛の糸みたいな展開ですよね。一本の希望の蜘蛛の糸みたいなものを垂れ下げるような、そんな状況ですよね。で、この演説の流れっていうのもめちゃくちゃうまくて、そのやっぱ大衆心理というか、セールスみたいな感じだなと私は感じたんですけど、まあ、最初に、その、いやお前らのその苦しみはわかるよって、巨人めちゃくちゃ怖いもんねって言って、逃げてもいいよって共感をするんですね。で、共感した後、でも逃げると大変だよ。なぜなら人口っていうのは、こう、人口がこう密集しちゃったら殺し合いとか起きるでしょ。実際、その、
5年前とかもそうなって、そうなりかけたよね、みたいに言うじゃないですか。で、それぐらいなら、もうこっちの方がいいよねっていうふうに最後提案をするんですね。つまり共感から入って事実を言って最後に提案をするということで、多分このピクシス司令とかってセールスマンとかになってめちゃくちゃ優秀だと思うんですけれども、まあ、そんなふうな、大演説が行われたという感じですね。で、あとエレンの成長っていうのも垣間見えるシーンがありまして、先ほどその悪魔の証明にエレンが屈してしまったって私言ったんですけれども、まあそれはおそらく反省を踏まえてエレンっていうのはこの先結構その人に対する答えっていうのが上手くなってんじゃないかなというふうに思います。でピクシスがそのエレンに対してエレン訓練兵を穴を防ぐことができるかっていうふうに聞いたら、エレンがですね一回沈黙するんですね。口を閉じて沈黙してちょっと考えて塞いでみせます、何があってもっていうふうに語るんですよ。これって、まあ、なんか普通に読めば、まあ、防げるかな自分って迷ったせいに、塞いでみせます、何があってもっていうふうに言ってるように感じるんですけれども、セリフとしてですね、塞ぎたいですとか、いや、それはわかりません、ではないんですね。実際、そうじゃないですか。おそらくエレンとしては希望として、穴を塞ぎたいとか、実際はわかんないからわかんないですって言いたい気持ちはあると思うんですけれども、そういうことはもう言わないんですね。っていうのは、こうやって相手が生殺与奪権を握っている状態、ピクシス司令がやっぱりエレン危険だからって言ったらエレン殺されちゃうような、そういう状況で、なんていうふうに自分が適切に答えればいいかっていうのをしっかり考えたんですね。この時、まあもちろん、その自分に本当にできるかなって葛藤はめちゃくちゃあったと思うんですけれども、口から出す言葉っていうのを結構気をつけたんじゃないかなという感じがします。まあ、これはちょっと私の、深読みというか妄想かもしれないんですけど、そんな風に、感じましたね。で、なんでそういう風に感じたかっていうと、この時のその、エレンってめちゃくちゃ賢い設定だなっていう風に思ってて、まあ、ということで、ここまでエレンが考えてたかって質問があるとしたらイエスだなと思っていて、っていうのはこの後の会話でですね、そのピクシス司令となんでこんな会話したのかっていうのをアルミンと話していて、まあ俺もそう思ったんだが、多分作戦を実行する以前に根本的な問題があるんだ。ピクシス司令はその現状を正しく認識してる。敵は巨人だけじゃないっていうふうに言って、あの賢いアルミンですら、え?っていうふうに驚くと。で、これエレンちょっと冴え渡りすぎてますよね。めちゃくちゃ頭いいじゃないですか。結局自分が巨人になれるっていうことから、もしかしたら普通の人も巨人になれるのかもしれない。となると、鎧の巨人とかって人間の可能性あるよね。となると、その鎧の巨人たち攻撃してきたから、壁の中に潜入してんじゃないっていうふうに、エレンがここで、気づいてるみたいな、そういう話ですよね。それめちゃくちゃ、エルヴィンとかが最終的にそういうふうに気づくんですけど、エルヴィンとかめちゃくちゃ賢いキャラなので、まあ、ギリギリ頷けるんですけど、この時のエレンがですね、そこまで冷静に考えられるかっていうと、ちょっと、無理かなって気はするんですけど、まあ、この時のエレンはめちゃくちゃ冴え渡っているということで、まあ、これだけ冴え渡っているエレンであれば、まあ、こういうふうにですね、どういうふうに答えるかっていうのを、まあ、しっかり正確に考えたんだろうなっていうふうに私は思ってます。で、これが12話で。で、残り13話はもうほんと短い話なんですけれども、暴走したエレン巨人を守るかどうか、精鋭班が揉めるっていう展開と、まあ、動かないエレン巨人をアルミンが起こそうとするような感じですね。で、まあ、これ2つだけの話しかなくて、やっぱりピクシス司令かっこいいなって思ったのが、このシーンですね。で、そのエレン巨人が穴を塞ぐ作戦のために、その兵士たちを動員して、まあ、エレンの方に注意を向かせないために、動いたんですね。その時に、約2割の兵士っていうのを戦わずに失ってしまうような状況。で、その失った状況に対して、ピクシスは、失ったのではないぞ。兵は勝手に死んだわけではない。わしの命により死なせたのじゃ、というふうに語ります。で、これ、この後もですね、人類存続の瀬戸際だ、今は。人類が生きながらえるためなら、わしは殺戮者と呼ばれようっていうふうに語るんですね。で、これ、二つの意味があるかなと思ってて、やっぱ自分が殺したっていう自覚がちゃんとあったと思うんですよ。わしの命により死なせたんじゃ。まあ、やっぱり指揮官なんで、自分の命令によって人が死んでしまうということもちゃんと理解していて、あ、自分がした命令で人が死んだんだな、殺してしまったんだなっていう、そこの覚悟っていうのをちゃんと受け取ってるんですね。でさらに死なせたということで、まあ、死に意味があったっていうふうに周りに対してしっかりと言わせている。わしの命により死なせたのじゃ。で、勝手に死んでいったとかじゃなくて、その作戦のためにちゃんと礎になったというか、最初のリヴァイの会話と一緒ですね。ちゃんと意味があったんだよっていうふうにこう伝えているし、思いたいと思ってるわけですね。まあ、こんな感じで、このピクシス司令の言葉一つとっても結構深いなっていうふうに思います。で、あとはまあ、精鋭班からこの後問題発生のサインで赤い煙っていうのが出てくるんですけど、この時も、
撤去命令っていうのを拒否します。まあ、その赤い煙出て問題発生したから、一回撤退しましょうっていうふうに言うんですけど、その撤退はならんっていうふうに言うんですね。で、引き続き町の隅に巨人を吹きつけて、まあ、精鋭班のに現場を任せようと。で、彼らっていうのはただ腕が立つだけじゃなくて、人類の命運を託した精鋭の中の精鋭であると。そう簡単に負けを認めることは許されんぞ。死んでくれた兵を無駄死にせんために、わしらができることはっていうふうに、まあ、こんな感じで語るんですよ。ということで、まあ、ピクシス司令っていうのは、やっぱり冷静に見れる人であり、かつ、やっぱりこうやって死の重みとかも理解しているし、まあ、一方で、その、兵士が死ぬことで作戦を進めなきゃいけないというような、その隊長というか指揮官の立場っていうのをしっかり理解しているということで、まあ、この、出てきた当時どれぐらい賢いキャラでいいキャラかって分かんなかったんですけど、まあ、やっぱりかなり冷静で、合理的で賢いキャラだなっていうふうに私は思いました。で、最後、まあ、ミカサがめちゃくちゃ可愛いシーンがここですね。当初の作戦通りに自由に動くんだって言われて、まあ、発揮されるだろうって言われた後、恋人を守るだけだからなっていうふうに言われて、てんてんてん家族ですって答えるシーンですね。まあ、ここちょっと照れてる感じで、ミカサ可愛いっていうのプラス、まあ、この時からミカサっていうのはエレンに対して家族だなっていうふうに、まあ、対外的には少なくとも思ってて、まあ、本心がどうかはちょっとさておき、家族って言ってるんだなってことはこのシーンからわかりますね。この辺の家族っていう言葉はまた今後複製になっていくので、まあ、ここも若干注目ですね。これが13話の話でした。最後にですね、まあ、修正点とか追記などがあったら概要欄に、書いておくので、そちらを見てみてください。読み終わったら。で、あと第2巻の解説前回やったんですけど、まあ、若干なんか、不評というか微妙かなって感じがしていて、まあ、第1巻の時は7000回ぐらい放送されて、第2巻の時は1500回ぐらいなので、まあ、ややこう、あまり需要ないかなとちょっと思い始めているところです。ということで、まあ、今回第3回やったんですけど、まあ、いいねとかコメントをもらえると、まあ、やる気が出るので、よろしくお願いしますということで、まあ、ちょっと第4巻やろうかは、やや迷い中なんですけれども、まあ、やる方向で一応考えてますということで、まあ、今後もまた見ていただけると嬉しいです。それではまた。